ミルクセーキのミルクセーキ大作戦。はい、始まりました、ミルクセーキ大作戦。そう、長崎名物のミルクセーキは飲み物じゃなくて、せーの、食べ物です。はい、この番組はレインボー FM77.1MHz FM 諫早スタジオからお送りしております。そう、そんなミルクセーキみたいに地元の皆さんに愛されながら全国へ情報を発信していけるようにとの思いで活動している私たちミルクセーキがこの番組をお送りしています。ミルクセーキのあやのんこと宇佐美あやのと、あゆとれいちゃんこと早川れいみと、きらここと南きらと、ぎーりおこと木更ぎりおと、チェリーこと相田さくら子の6人がお送りしてます。せーの、始まるばーい。そこで公開収録するのは初なので、そう、いや、そうね、新鮮ですね。そうなんですよ、まあ、そもそもね、大分の皆さんもいらっしゃると思うので、ミル大ってなんだと言う人やら、はい、いや、このね、収録の仕方こんなんやったんっていう人もね、そうですね、いると思うんですけども、失礼の、いや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 、でもいらっしゃると思いますよ。最新鋭の機器で、はい、行っておりますので、こんな感じよ。なんかラジオの向こうの人に問いかけるね、想像してごらん。キラたちがね、こう丸く円の円状にね固まってなんかこうわちゃわちゃと話しかけている、そう、携帯に向かってね話しかけている姿を想像してごらん、しかも今日はなぜかお客さんまでいるんだよ。そうシュールすぎるよ。はい、というわけで皆さん、どしどし想像してくださいではなくて、どしどしこれを聞きの皆さんメッセージなどなどいっぱい送ってほしいです。メッセージはファックス 0957-27-0840 27-0840、メールアドレスは niji@771fm.co.jp niji@771fm.co.jp FM 諫早のホームページ、そしてアプリからも受け付けておりますので送ってください。待ってます。はい、第3週目の今日はテケテケデン、メッセージ紹介のコーナーでございます。今回はなんとですね、この大分の会場でもメッセージ集めまして、そちらもいくつか紹介していこうと思います。テーマが何だったっけ。テーマがミルキーになんか手作りしてほしいものみたいな。あ、しかもミルキーがもし彼女だったらっていう前提の、テーマだったんですけども、何がハレンジ、妄想が過ぎる。もうすでに天の声さんがいますので、今回の場合ね、せーのでもう一回呼ぶ、せーのって言ったら言うんだよみんな。せーので天の声さんよ、いいよみんな言うんだよ、声を出してよ、せーの、天の声さん。だからもういるよ、いるって知ってるよ、もういるよ。じゃあ呼んでいきます。はい、呼んでいきます。しかも多分今日呼んだ意味ない。なんで、だって天の声さん今日登場しなくないですか。いや、私なんで呼ばれたんだろうと思ったの。別に呼び損違う、呼ばれ損謎に攻撃させられたんだ。さあ、どうぞ。はい、ということで呼びます。はい、はい、ラジオネーム、マークショーかっこ匿名にしてねさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ミルキーの皆さん、こんばんは。こんばんは。今日のテーマですが、やっぱり手作りしてほしいのは朝ごはん、昼ごはん、夜ごはん、全部やんけ。休日の朝ごはんに、平日はお弁当、夜ごはんにも彼女の手作りなら、どんだけでも食べれる、幸せ太りだね。僕にご飯を作ってください。待ってます。ご飯か。やっぱ、胃袋を掴む女が一番なのかね。あゆいけるよ。はい。胃袋でも、2月は料理教室通ってません。
はなんでかというとバレンタインの時期で、うん、クリスマスとあのバレンタインの時期はあの生徒の女性の方々のマウントがすごいから私は行けない。え、どういうこと？なんかこれ彼氏に持っていくんですみたいな話をずっと料理教室のその授業中ずっとそういう話をしてるから楽しくないのだからマウントされるその12月と2月は避けてる12月はクリスマスだから。そう、クリスマスもめんどくさいから行かないの。じゃあもうすぐ2月が終わったら、だから早く3月になってほしい。そしたらまた通おうな。そう、はい、次行きましょう。はい、どうぞ。ラジオネームロビンさん、ありがとうございます。目の前にいます。そう、おるおるちょっと恥ずかしいな、ちょっとな、恥ずかしいな。ミルキーの皆さん、天の声さん、こんばんは。こんばんは。あやのに手作りしてもらいたいものは、もうあやの限定なんだねかんころ餅ですかね。え、かんころ餅を手作りするの？すごくないそれ。どんまい作ったら自作できるみたいですし、五島名物ですし、そしてかんころ餅をこよなく愛するあやのんなら美味しい食べ方も知ってると思うのですごく楽しみです。あ、かんころ餅を治療？治療じゃない。治療？調理？調理、調理。怖い。なんで？やだ。直さないでいいよ。やだ。どこが悪いのよ。どこのドクターよ。いや、でもかんころ餅そのまま。かんころ餅というものがありまして、芋、芋餅、芋さつまいものね、お餅、すごい優しい味の美味しいお餅、そのまま食べてもいいし焼いて食べてもいいし、まあ、食べたいなって思う方は3月2日と3日にご当選しますので、ね、来ていただければ食べれますので、そうよ、そうよ、そう、あ、でも作れるよ、かんころ餅。うちのばあちゃんも作ってた。そうなんですか。お芋なんかわかんない、粉となんかうにょうにょして作ってた。ちょっとあんなふわふわじゃないけど、なんか作ってた。だから作れるんじゃん。あ、でも知り合いのおばあちゃんからもらえます。あやのが作れるじゃん。あ、頑張ります。もうお芋の段階で食べちゃうね。そう、餅になる前にね。そう、美味しそうだな、食べちゃうもんね。はい、じゃあ次行きます。はい、読めない、あゆこれ。え、何？ラジオネーム、すみだぺとり道中おうし、ぺとり道中おう執行委員会さん、ありがとうございます。はい、あ、疲れた。丸一、静香さんがツイッターに投稿する備忘録としての今日の献立が気になってます。手作りの献立集が欲しいです。丸二、早川先輩に人格全否定される勢いでディスられるラップ夢が広がります。いねえんだよな今日。そうだね、今日レミいないんだよな、残念。残念だね。もしいたらさ、生ディスりできたのあ、じゃあここにはいらっしゃらない。それでもさ、あの、ありがとうございますってなるんですかね。嬉しいってなる。すごいな、すごいね、すごいな。なんだろうね、わかんない。え、初盆にされたい人か。初盆にするぞ言ってもらったらもうめちゃくちゃ嬉しいんじゃない。それがすごい刺さるんやろうねきっとね。え、献立集いいの。いつも見てね、美味しそう。じゃああれね、ドキドキツイッターでも言ってるけど、メニューを考えるのが一番嫌なんよ、作るとかよりも。だけんツイログっていうのがあって、去年の今頃何を作ってたかを検索してでメニュー決めてる。あ、なるほど。で、そのために、そのために作ってる。でサボってると、例えば去年の今だったら1月とか2月を検索しても2つとか3つとかしか上がってなくて、ハハハハなんか組み合わせとかがめんどくさくてダメなんだよな。ダメだよ。あれ便利だよね、世の中の奥さん。あれを使って思い出すとこですね。そうそうそう、こんなのあったんや。そう、この季節これ作りよったみたいな。そうそうそう。ちょっとリョウの、これにはこの何、このメインのご飯おかずにはこのこれが合うんだよねみたいなのとか、あ、そうそうみたいな。じゃあ、あゆちゃんの1年前の今頃どういうことを考えていたかとかも。そうそうそう、多分1年前の今頃はめっちゃ病んでた時期だった。忘れよ、ホームロー、ホームロー。はい、じゃあ次紹介していきたいと思います。カードマスターファイズさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ミルキーの皆さん、天の声さん、そしてラジオを聴きのシェイキーの皆さん、こんばんは。こんばんは。ミルキーが彼女だとして手作りしてほしいのはカレーパンです。難しそうやね。理由はいつも見てたアニメの主人公がカレーパンが大好物で、僕もカードゲームの大会前に験担ぎでよく食べていたからです、とのことです。
カレーパンいいね、食べたい。あや作れる、わかんない。あ、でもキラ作ったことあるわ。え、だってキラが、はい、なんでオーブン、あのトースターで作れる、なんか食パンを、そっち、そういうこと、揚げるとかじゃなくて、あ、違う違う、揚げないです、あの揚げないですあの食パンを2枚用意して、で耳を取って、うん、それでそこにレトルトカレーを、うん、あるやん、それを熱して、でそこの間にドーンってぶち込んで、でフォークでこう、まあ、相手するの周りをこう蓋して、オーブンでウェイってやったら、確かにカレーパンっぽい、めちゃめちゃ美味しい。でもめちゃでかくね、でかい美味しそうね。会場のやつは読めますか、はい、そうですね、会場のメッセージ紹介に行きましょうか、はい、行きますね、ちょっと超特急で行きましょう、せっかくなので。ラジオネームさとしーさん、ありがとうございます。ミルキーの皆さん、大分まで来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。皆さんが大分でこれ楽し、これしてみたいって思うことは何ですか。なんかもう一個大分の話のやつがあったね。あ、こっちだ、大分で来たみたいな、はい、同じようなやつ。ラジオネーム宇佐美彩の神吉万事侍さん万事侍ありがとうございます。お、どこの万事や。大分でぜひ食べたいものなどありますかとのことです。鳥天、お、ガゴ汁、さっきアイとキラ食べた、食べた、食べたん、そう、コンビニにあった。鳥天は気になってます。鳥天美味しい、美味しかったよ。唐揚げではなく天ぷら、天ぷら、あやのちゃん、鳥天は何の肉か分かる。鳥、お、あ、もう鳥分かるようになったよそこで感心されてもすごいすごい、成長した、成長するな、さすがやな。そういうのもあるんですね。あ、これ飲むの、もう一個、はい、もう一個ね、はい、ラジオネームさくたろうさんからいただきました、はい、ありがとうございます。必殺技は何ですかとのことです。もうこれはね、テーマをガン無視したこれ代表してリオの必殺技聞きましょうかね、はい、必殺技ですか。エターナルフォースブリザードです。もう一回大きい声で、はい、じゃあすいません、失礼します。次行きましょうか。あ、もうなんかほら変な、はい、ラジオネームキャロットさん、ありがとうございます。ありがとうございます。初投稿させていただきます。ミルキーに手作りしてほしいものはカレーです。カレーってそれぞれの家庭で味が違うじゃないですか、うん、だからメンバーに手作りしてもらったら、それぞれの個性が出て面白いカレーができると思います。ミルキーのみんなはカレーを食べるときにこだわっていることはありますか。あれば教えてください。追伸、めちゃめちゃ好きやねん、ハート。おー、カレーが、あ、そっか、カレーかもしれない、カレーがあることかな。じゃあカレー、愛は何かありますか。こだわり、こだわりないです。あ、ひき肉がいっぱい入ってればいい。あと、なんだっけ、キーマカレーが好き、が好き、うん、のひき肉がいっぱい入ってれば、なんかね、チョコレートとか入れたら美味しいんだって、あ、カレー入れる、チョコレート入れるわね、隠し味、チョコレートじゃない、カレーはもう悲惨だったら、はい、ということで、そろそろお時間となりました。メッセージいつでも待ってるので、気軽にどんどん送ってください。待ってます。それでは私、愛がミルクセーキの告知をさせていただきます。2月16日土曜日は北九州市のあるあるシティにてパピライブボリューム74に、翌日17日日曜日は福岡市のベイサイドプレイスにて限界突破に両部とも出演させていただきます。はい、土曜日はパピマシェさんの若子ちゃんの卒業ライブとなります。あの若子ちゃんフォーエバーですよ、ねえ、うん、しっかり卒業を見送りさせていただきますよ、はいはい、悲しいが。そしてですね、日曜日の限界突破さんのイベントはですね、一部がなんと1000円ライブとなっております。何何、もう一回言って。一部が1000円ライブです。あ、1000円、はい、1000円って聞こえた。1000円ライブとなっておりますので、素晴らしい。ミルク席両部ともね、出演いたします、はい、みんなベイサイド来てください。はい、あ、こんな時間、今週のミルク世紀大作戦、今日も楽しんでいただけますでしょうか。今日も聞いてくれてありがとうはい、毎週金曜の夜はぜひぜひ私たちミルク世紀にお付き合いいただきますように。それではまた来週、私たち長崎からミルク世紀でした。せーの、おやすみミルク世紀。